ハインツフィールドはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグにあるスタジアム NFL ピッツバーグスティーラーズ NCWA カレッジフットボールのピッツバーグパンサーズのホームスタジアムであるスティーラーズはスリーリバーススタジアムを本拠地にしていたが MLB ピッツバーグパイレーツとの共用だったため1996年にそれぞれ別の新球場を建設する計画が立ち上がった 99年6月に建設が開始され、2年後に完成。スリーリバーススタジアムは取り壊され、その跡地が駐車場になっている。その駐車場を挟んだ向かいに、パイレーツの本拠地 PNC パークがある。地元に本拠を置く、食品会社のハインツが、命名権を20年5700万ドルで取得したため、ザ・マスタード・パレスや、ザ・ビッグ・ケチャップ・ボトルなどと呼ばれ、 ファンに親しまれている。ありがとうございます。